さあここで出てくるのは比嘉祐希、今日2枚いる比嘉祐希会の中の一人比嘉。ごたて、はい、そうですね、ごたて速攻で第2戦動画終わらせてしまった男です。前回はたまたまねちょっと時間かかって結局結構長い動画になったんですけど、最近短い動画続きなんで多いよ。はい、ゴリアスのネクロに5連勝でもされるようなことがあればね大変なことになるんで、今日は結構本当結構長引きそうなんですけど、まあ、そうですね、かなりこの6人拮抗した戦いが見られるでしょう。だいぶ今日遅れてしまったんですけど、僕の方が。別に日本代表戦も見てないですし、日本が勝ったってことも知りませんし、別にロスタイムに劇的なヘディングがあって、それで勝ったってことも知らないですよ、僕は。見てるよね、見てないです。だから遅れだとかそういうのはない。なんかネットかなんかでチェックしたんですか？いえいえ、してないです。金の噂です。ここはキスーパーにエレック先ほど見つけましたか、ここがステップができる投げて、ここはそれでのヤックは実は前回の国人が来た時の大戦で、はいはい、まあ、実は王座戦に王座戦をちょっとこっそり思わせて、そうそうそう、まあ、ヤックネクロを動かして、実は久しぶりの登場なんですが、さすがやってはいる。キャラクターがやっぱ素晴らしいよね。そうですね、同キャラ使っている杉山さんの海が、やっぱヤックのネクロが一番強いでしょって言うぐらいの強くなる。キスーパーエレック、ピオラして、2連勝のヤック。まさか。